ラオメドーンを殺すヘイラクレース。ラオメドーンは、ギリシア神話の人物である。長母音を省略してラオメドンとも表記される。トロイアの多いロスとアドラーストスの娘エウリュリケーの子で、カシンスカマンドロスの娘、ストリウモー、オトレウスの娘プラキャー、あるいは、レウキッペイを妻とし、ティートーノス、ラムポス、クルティオス、ヒケタオオン、ポダルケース、ヘイシオネー、キラ。 アスティオ系を、またニュムペイのカリュベートの間に、ブーコリオオンを設けた。またプロクレア、アンティゴネー、アイティラ、アイゲステーなどの娘がおり、一説にガニュメーデースも、ラーオメドオンの子供であるという。神話によると、ラーオメドオンの傲慢さを試すため、アポローンとポセイドオンは、人間に化けて一年の間ラーオメドオンに仕えた。ラーオメドオンは、両神を酷使し、 トローヤに城壁を築かせた。しかし城壁が完成した時ラアオメドーンは、報酬を払わないばかりか、両手を縛って売り飛ばすと言い、両耳を切り落とす仕草をして、脅して帰らせようとした。両神は怒り、アポローンはトローヤに薬病を起こし、ポセイドーンは海の怪物を送り込んだ。怪物は高潮に乗って陸に上がり、人々を襲ってくらった。 ラーオメドーンが神託に問うと、娘のヘイシオネーを怪物に捧げれば救われると告げた。ラーオメドーンは仕方なくヘイシオネーを海岸の岩に縛った。一説に、神託はトロイアの諸女を捧げなければならないと告げたので、すべての諸女を犠牲にした後に、最後に残ったヘイシオネーも怪物に捧げたという。ヘイラクレースはゼウスがガニュメデースの代償に、 トロース王に与えた神秘を欲しいと思っていたので、アマゾーンの国から帰る途中に、トローヤに立ち寄った。そして兵士オネーが海岸に縛られているのを見て、トロースの馬を報酬にくれるならば、怪物を退治すると申し出た。そこで、ラーオメドーンは承諾し、トローヤ人とアテーナーは土を盛り、ヘイラクレースが怪物と戦うための防壁を築いた。ヘイラクレースは、 怪物の腹の中に入り込み、3日も胃の中にいたので頭が剥げてしまったが怪物を倒した。こうしてヘイラクレースは兵士おねを助け出したが、ラーオメドオンは報酬を与えるのを拒んだ。ヘイラクレースは怒り、いつか復讐すると告げて、トローヤを執行した。後に、ヘイラクレースが軍を率いてトローヤに攻めてきた時、ラーオメドオンは船を攻撃し、ルスを守っていた。 オイクレースを殺したが追い返され、トロイヤを包囲された。そしてテラモンに城壁を破られ、攻め落とされた。ラーオメドオーンは、兵士オネえと、ポダルケースを除く、子供たちと共に射殺された。ありがとうございます。